サウス・オークニー諸島は南極海にある諸島。最大面積のコロネーション島、ローリー島、パウエル島、シグニー島、サドル諸島などから構成される。最高地点はコロネーション島にある標高1266メートルのニベア山である。サウス・オークニー諸島は1821年にアメリカ人のナサニエル・ブラウン・パルマーとイギリス人のジョージ・パウエルによって発見された。 パウエルはこの年がジョージ4世の体冠式の年だったので、この島をコロネーション島と名付けた。また、この軍島をパウエル諸島と呼んだ。1823年、ジェームズ・ウェッテルが訪れ、この諸島を今の名前にした。その後、しばしばアザラシ狩猟船や捕鯨船が訪れた。しかし、完全な調査は1903年の ウィリアム・スピアーズ・ブルースのスコットランド・タ探検まで行われなかった。彼は気象観測基地を作った。1904年にブルース一行が島を離れた際にアルゼンチン側の気象科学者に譲り渡された。1951年に基地はオルカダスと改名された。基地は現在も使われている。1908年、フォークランド諸島属領の一部となった。 1947年、シグニー島に、イギリス政府の機関であるイギリス南極観測局が、海洋観測所を開設した。平均気温は、摂氏0度で、冬には低、摂氏10度程度まで下がる。最高気温摂氏12度、最低気温の低、摂氏44度が記録されている。シグニー島では、1982年1月30日、南緯60度線以南の陸地と、 棚氷上の最高気温が記録された。イギリスとアルゼンチンが領有権を主張しているが、南位60度以南なので南極条約で領有権の主張は凍結されている。ありがとうございます。